ウィリカアーティスト公式チャンネルの皆さん、こんにちは。イエーイ。さあ、ということで EJ マイガールフェスティバル2022、自分のターンはとりあえず終わりました。この後実はまだ、カバーコーナーで乙女のフェイシーを歌ったりとか、みんなで、フィナーレというか合唱曲、合唱という言わないかな、合唱曲みたいなのを歌ったりとかするので、まだ出番はあるんですけれども、ひとまず自分の、まあ、ソロ曲のターンが終わりまして、久しぶりでしたね。めっちゃそのお客様がいる前で歌うのも3年ぶりぐらいかな。ビビットビビットライブ以来なんで、そうなんです。去年はね、去年でその一応バースデーライブあったんですけど、ちょっと無観客だったんで、皆さんの前で歌うのは3年ぶりで、プラス、去年出てない、去年出した君なら君しかが、そうですね、初めてか。それこそあのお客様の前で歌うのは初めてだったりとか、そういうちょっとなんか盛りだくさん、私にとってはとても盛りだくさんなライブ、イベントとなりましたので、すごくドキドキしましたけれども、まあ、またそうですね、まあ、できる限り皆さんと近い距離で歌ったりとか踊ったりとかできたらいいなと思いました。はい、ということで、そうなんですよね、なかなかね、3年もやってなかったのかって思うと、なんか不思議な感じがしますけど、去年のその無観客ライブの時でさえも2年ぶりかと思って、結構ね、久しぶりすぎと思ったんですけれど、まあ、ぜひ今度は久保ゆりかのことしか考えられん、たまに他の人のことも考えちゃうけどの人たちと一緒に、イベントできたら嬉しいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、EJ マイガールフェスティバル2022、楽屋より久保ゆりかでした。またね、バイバーイ。